さあ、では順番に行きますか。朝比奈ちゃんから行きましょう。私は5階の窓を片っ端から調べてみたよ。前までさくらちゃんがやってたみたいに、でもやっぱりダメだった。どの窓にも鉄板が薄けられてたよ。そう、5階にも出口はないってことね。あのさ、それとね、学校の構造に関してちょっと気づいたことがあるんだけど。とは、朝比奈さん、学校の構造に関して気づいたことって？なえくん、ちゃんと5階を見て回ったの？え、どうして？じゃあ、だったら気づかずよ。他の階に割って5階にはないものに。桜の木ですね。他の階に割って5階にはないものって、もしかして階段のこと？確か5階には上への階段がなかったよね。5階で終わりってことか。そう、ようやく見えてきたわよ、この学園の全貌が。あとはここに隠された謎を解き明かすだけか。それが大変なんだべ。大変でもやらなきゃしょうがないじゃん。そうだよ、朝比奈さんの言う通りだよ。きっと大丈夫、みんなで力を合わせればなんとかなるって。いや、なんとかしてみせる、絶対に。さあ、ではギリギリさん、ね、生物室が気になったわね。5階で封鎖されていたのはあそこだけだったし、入れなかったですもんね。何があるんだろうね。今までのパターンだとクリーチャー的な何かだべ。きっとタイラントみてえなラスボスだって。そんなアクションゲームじゃあるまいし。どちらにしても今は深く考える必要はない。いくら考えてもわからないことに思考力を費やしても仕方がないだろう。当然だ。自分たちの少ない脳みその有効活用法にも気を配った方がいいぞ。それは表現はともかく言ってることはその通りかも。なんだ、いや、表現もその通りだ。さあ、戸上くん。ところでお前たちは見たか？五感にあった妙な教室。いや、妙なんてものではない。この教室なあ。部屋中に漂う血と油の匂い。無数の人型の白線。今まで見たどの部屋にも繊細だった。なんじゃそら。匂いもひどいもんだ。殺害現場の火ではない。ありとあらゆる人間の体液が濃縮された匂い。私その教室に行かないでよかったかも。聞いてるだけで吐きそうだし。つうか、その教室で何があったんだ。つまり見当はついてる。おそらくあの部屋では大量の人間が死んだはずだ。大量の人が死んだ。待って、本気で吐きそうです。まさか、もしかしてそれって人類史上最大最悪の絶望的事件ね。どうやらお前も俺と同じ考えなのだな。そうだ、あの部屋で起きた大量虐殺こそ1年前に起きた例の事件だと考えられるはずだ。あの部屋の惨状、その原因が1年前の人類史上最大最悪の絶望的事件だって。つまりだ、つまり1年前の人類史上最大最悪の絶望的事件とは、希望神音学園生徒たちの大量虐殺を指すはずだ。そう考えれば、その事件のせいで希望神音学園が閉鎖に追い込まれたことにも説明がつけられるはずだ。つじつま合ってるけど、それって最悪だべ。最悪どころじゃなくて超最悪だよ。確かに最悪だ。最悪で絶望的だ。だけどそれにしたって、どうしてそれだけ大きな事件を僕らの誰もが知らなかったんだ。やっぱり隠蔽されたってことなのか。それだけのことがあったとしたら、みんな知らないっていうことに違和感はあるよね。確かに。深川ちゃん行こう。ねえ、戸上くん、深川さんが何か話したいみたいだけど。なんだ、なぜ俺に言う。おいおい、いや、口チャックの件だべ。なあ、忘れていたな。放置プレイにも程があんべ。負荷は講習を撒き散らしたければ好きにしろ。光栄の至りです、ベキア様。それと講習は収まってるので、あの、ご安心を。深落ちはタフだな。放っておいて。それに私とベキア様の会話に割って入らないで。それであんたは何を見つけたの。5階の教室よ。あそこで気になるものを見つけたのよ。
これなんだけど、おや、ナイフでかいし、いかにもランボーが持ってますみたいなナイフだし、なんだサバイバルナイフか。だけどこんなものがどうして教室に。それはそんなこと知るわけないじゃない。怪しい。そのナイフで俺らをどうするつもりだべ。どうもしないわよ。私は回収しただけ。だってそのまま放置していたら危険じゃない。どうだってな。おめえみたいな主人機が手にする方がよっぽど危険だべ。一緒にしないでよ。あいつなんかと一緒にしないでよ。うん、ねえ、そんなことよりさ、そのナイフどうするの。そうだな、ふかのちに預けておけねえことは確かだべ。何するかわかんねえしな。何よ、こんな物騒なものをこっちからお断りよ。困ったね。じゃあナイフ君が預かったらいいじゃない。え、僕が。そうだな、ナイギッチなら預かるにふさわしいべ。よし、じゃあ決まりだね。ちょっと待ってよ、勝手に決められても。決まりだ。それだけ信用されてるということだ。いいから預かっておけ。これって信用なのか、都合よく扱われてるだけって気が。じゃあナイフはナイギに渡しておくわよ。すっかり預かる流れになってるんだな。分かったよ。仕方ない、とりあえず部屋の机の引き出しにしまっておくか。これで私の報告は終わりよ。おい、ふか、報酬ですか。ごめんなさい、ごめんなさい。まあ、いい。なかなかの発見だった。褒めておいてやるよ。え、え、え、ベクヤ様が私を褒めて。よかったじゃん。夢よ、夢に決まってるわ。私ったらこんな夢まで見て。私ったらおかしいわね。大丈夫か。最近の不可知を見てると切ない気持ちになんべ。さあ、ハガクレ君行きましょう。5階に緑豊かな植物繊維があったべ。あそこでいくつか気になるものを見つけた。バカでかい植物と飼育小屋、それなんといってもあの物置だべ。3つあるね。あれはモノクマフラワーだってさ、モノクマが言っていたよ。触ると危険らしいから気をつけた方がいいかも。リアルな話、人食い花だべ。土管から出てくるやつとわけが違う。これは大丈夫なのかな。きっとあそこのスプリンクラーもあの人食い花を育てるためのもんだべ。あのスプリンクラーは朝の7時30分になると自動で動くらしいね。うん、覚えておくべ。濡れて風邪ひいたら大変だからな。うん、大丈夫だよ、バカは風邪ひかないって言うじゃん。なるほど。当然だ、バカは濡れねえからな。いや、妖怪じゃないんだから。うん、ねえ、心配になってきたんだけどさ、ハカクレって10たす10わかるの。なんだべ。おいおい、バカにするのもほどほどにしろって。いくらサンダブしてるからってそこまでバカじゃねえっての。まあ一応答えてやっけど、あれ、そもそも問題ってなんだっけ。もういいや、大体分かったし。大丈夫かな。ダメ。さあ飼育小屋行きましょう。飼育小屋の中には鶏がいたよね。うん、ぴったり5話な。私鶏って大好き。みんなで座ってフレッドチキンにしようよ。でも焼き鳥も捨てがたいよね。どうしよっか。やっぱ生かな。だってほら新鮮だし。食中毒になんべ。ダメ。であとは物置。やっぱりハガクレ君も気になったよね、あのツルハシ。なんだ、ツルハシがどうした。植物繊維の物置にツルハシがあったんだけどさ。書いてあったんすよね。気がするだけじゃないわ。確かに私たちはそのことを見てるわよ。どこで。そうだ、思い出したよ。大和田くんの制服だよ。確か大和田くんの背中に書いてあったのも。なるほどな。確かにそうだったな。でもどうしてそれと同じ文字が植物繊維にあるツルハシなんかに。もしかすると大和田っちが植物繊維に忍び込んで掘ったんじゃね。ありえん。植物繊維に入れるようになったのは今日のことだぞ。そうだ、
ムーアダが持ち込んだする橋をモノクマが没収してたんじゃない？どっちにしても気になるよね、大和田くんと関係がありそうなツルハシなんて、うん、というか俺が物置で気になったのはツルハシなんかじゃねえぞ。そうなの、うん、俺が物置で気になったのは芝刈り機の方だべ。あれで助けを呼べるんじゃねえかと思ってな。芝刈り機でどうやって助け呼ぶの、なんだべ、まだわかんねえのか。ミステリーサークルを作るんだ。芝刈り機でミステリーサークルを作るんだよ。呼ぶんだ、呼ぶんだよ。はがくれってさ、どうしてそうなっちゃったの？最初の頃はそんなやつじゃなかったのに。だべ、あの頃はまだキャラが固まってなかったんだべ。なんかあんたには本気でがっかりだよ。さて、とりあえずこれで報告は終わったようだな。うん、そんでこれからどうすんべ？ミステリーサークルとりあえず作りますか。そうだな、今日からお前らは俺の社員課に入るわけだが、その前にはっきりさせておきたいことがある。そりゃねえ、どこまで上から目線だって、天井突き破んぞ。ねえ、ではっきりさせておきたいことってなんだろうね。キリギリ京子の正体だ。え、それはキリギリちゃんの正体って、キリギリちゃんはキリギリちゃんでしょ。そのキリギリ京子とは何者なんだ。俺たちが希望神学院に選抜されたのはそれぞれに確固たる理由があったはずだ。朝比奈は超高校級のスイマー、葉隠れは超高校級の占い師、苗木は超高校級の幸運だったな。今となっては不運だけど。ではキリギリはどうだ、誰か知ってる者はいるか。そういや教えてもらってねえべ。キリギリちゃんあんまり自分のこと話すの好きじゃないから。好き嫌いの問題じゃない、これは信用問題だ。素性を明らかにしないものを信用などできないだろう。無用な疑心暗鬼を引き起こさないためだ。ギリギリを話してもらうぞ。言えない。はあ？なんで言わないのよ。違うわ。言わないなんて言ってない。言えないと言ったのよ。どういうことだべ？どういう意味だべ？それは覚えてないのよ。え？記憶がないの。記憶がないってまさか。記憶喪失ってこと？なんで？どうやらお前には冗談のセンスがないようだ。記憶喪失なんて笑うに笑えない冗談だぞ。まさか本気で言ってるわけじゃないよね。分かっていたわ、信じないと思っていた。だから言わなかったのよ。けどそれでも構わない、どっちにしろすぐに真実は明らかになるわ。なんで？あくまで話すつもりはないということが。だがこれ以上お前の好きにはせんぞ。ね、だったらどうするの、拷問でもする？そんな野蛮なことはしない。ただ決まりだ、お前の行動を制限させてもらうだけだ。これ以上怪しい行動を取れないよな。行動の制限、諦めろ。鍵を渡せ、お前の部屋の鍵だ。部屋の鍵って、だって鍵を渡しちゃったら、個室以外での恋の就寝は禁止って拘束もあるし、寝られなくなるってことじゃん。それが嫌なら話せばいい、簡単なはずだ。自分のことを話せばいいだけなんだ。待ってよ、そんな脅しみたいな。いいわ、分かった。ようやく話す気になったようだな。キリギリさんは無言のまま戸上くんに歩み寄った。そして彼に鍵を差し出した。そっちを選んだか、貴様なぜだ、なぜそこまで堅くなに話そうとしない。だって話したくても話せないのよ、さっきから言ってるでしょ。もしかして本当なんじゃない、キリギリちゃんの記憶喪失って。よく考えたらありえねえ話じゃねえよな。最悪なことだけが起きる最悪の学園だべ。記憶喪失くらいは不思議じゃねえ、つうか。でも最悪なことだけが起きる最悪の学園、本当にそうなのかしら。ん、ねえ、ここでの生活が全部悪いことばかり言って本当に言い切れるのかしらね。どういう意味、ちょっと喋りすぎたみたいね。そこでキリギリさんは僕らに背を向けると、そのまま何も言わずに歩き出してしまった。おい、どこに行くつもりだ。じゃあね、心配しなくてもあなたたちに害を及ぼすようなことはしないわ。それが最後の一言だった、キリギリさんの最後の一言。静まり返った食堂にキリギリさんが出ていくドアの音だけが響いた。どういうことだ、ね、なんだべあいつ。でも
ちょっとやりすぎだよ。部屋の鍵まで取っちゃうなんて。アイスにはあれくらいでちょうどいいのよ。むしろ攻められてゾクゾクしてるんじゃない？手に負えないわね。攻めれば攻めるほどよがるなんて。黙れ。うるさいぞ、フカ。おい。まだだ、まだうるさいぞ。お前の呼吸音と心臓音が見ざれだ。死ねってか？その気持ちもわからなくねえけど。それにしてもキリーさんはこれからどうするつもりなんだよ。それにこの状況、これじゃ一緒じゃないか。みんなで大神さんを責めた時と変わらないじゃないか。いや、変わっていないのは僕も一緒だ。みんなを止めることもできないで。なんだべ、急にでかい声出すなって。だってあそこめっちゃおるやないですか。おめえいつからそこにいたんだ。僕はね、非常に怒ってるんだよ。怒ってるって何に。泥棒にです。残念ながらこの中に泥棒がいるんです。誰か盗んだでしょ、僕の宝物をさ。宝物？先生はお前らのこと信じてたのに、そんなお前らに裏切られるなんて。キョボーン。現実って本当にヒーローの多い世界っすね。空想に逃げたくなる気持ちもわかるっすね。ねえ、ていうか宝物とか何の話。うるさい、お前らなんか全員就職氷河期で路頭に迷っちまえ。どういうこと。行っちまったべ、何だったんだ。宝物が盗まれたとか言ってたけど、誰か心当たりある。ギリギリ強固の仕業だろうね。アイス以外の誰にできるモノクマから何かを盗むなんて行為。ギリギリさんがモノクマから何かを盗んだだとしたら、何を盗んだんだ、なんでそんなことを。夜時間か、大変だよ。早く食堂から出ないと。そうだ、話し合いは明日に持ち越しだべ。もちろんキリギリッチのこともな。だがモノクマの件といい、キリギリの件といい、何やら不穏な空気を感じる。今晩は特に用心をしていたが、そうだ、お前らも夜時間の出る気は控えておけ。それは言われなくても分かってるよ。じゃあな。では解散だ、帰るぞ。そして食堂を出た僕らはそれぞれの個室へと戻っていった。ただキリギリさんが心配だよな。あ、そうだ、フカワさんから預かったナイフをしまっておかないとな。机の引き出しに入れておこう。ここにしまっておけば安全だろう。それにしても本当にキリギリさんは大丈夫なのかな。自分の部屋にも入れないでどうするつもりなんだ。何か僕にできることはないのか。僕にできること。お、目を開けたところでいつの間にか眠っていたことに気がついた。でもそんなことよりインターホン鳴ったよな。おー、キリギリさん。キリギリさん、ね、脱衣所で待ってるわよ。先に行ってるから。ちょっとキリギリさん。呼び止める声に振り返りもせず、キリギリさんの背中は廊下の奥へと消えていった。夜時間の出歩きは控えろって話だったけど、行かないわけにもいかないよな。脱衣所か。さあ、ということで話しかけますか。悪かったね、こんな時間に呼び出して。いや、もう慣れたよ。そう、じゃあ早速本題に入りましょうか。
その本題って監視カメラがあるところでは話せないことなんだよね。もしかしてそれってキリギリさんがモノクマから何かを盗んだことと関係してるんじゃない？さっきモノクマが言っていたんだよ、宝物が盗まれたとかって。それってキリギリさんがやったんじゃないの？そうよ、私がやったのよ。やっぱりそうだったんだね。だけど何を盗んだの？それはこれよ、鍵。でもただの鍵じゃないの明らかだった。モノクマの模様が入った鍵、明らかに椅子だった。めちゃめちゃ重要そうだよねそれ。どこでこれを？それは学園長室よ。あそこから持ってきたのよ。学園長室に忍び込んだの？だけどあそこには鍵がかかっていたはずじゃん。でも鍵は壊されていたわね。そう、大神さんよ、彼女がやってくれたのよ。大神さんが？ええ、彼女の遺書にあったでしょ、我はタラでは死なん、貴様に一矢報えるって。大神さんが僕らのために学園長室のドアを壊してくれたってこと？そうよ。あの部屋に隠された秘密を私たちが調べられるよね。大神さんが僕らのために。マジか。僕らのために犯してくれた高速違反、死を覚悟していた彼女だからこその最後の高速違反。うん、鍵が壊されてることに気づいたのは昨日の学級裁判が終わった後だったわ。だけどそのまま学園長室に入ってもすぐにモノクマに気づかれてしまう。だからあなたをおとりにしたいのよ。もしかして昨日の夜僕を情報処理室に呼び出したのって？そう。そう、モノクマの目を引きつけてもらうため。その隙に私は学園長室に忍び込んだの。そしてその成果がこの鍵なのよ。そうだったんだ。じゃあもしかして昨日言っていたことも学園長室で？戦場ムクロ、この学園に潜む16人目の高校生、超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生戦場ムクロに気をつけて。その戦場ムクロって人のことも学園長室で知ったとか？ええ、戦場ムクロに関するファイルを学園長室で見つけたの。詳しいことはまだわからないけど戦場ムクロは危険よ。危険って？つまりもしかすると彼女が黒幕なのかもしれない。黒幕？でもさ、アルターエゴは言っていたよね、黒幕は学園長の可能性が高いって。違うの？いいえ、学園長は黒幕じゃないわ。え？まだ確信は持てないけどそれは間違いない。確信が持てないのに断言するなんてキリギリさんにしては珍しいな。確かにね。でも学園長が黒幕じゃないとすると戦場ムクロ、そいつが黒幕ってことなのか？とにかくこの鍵は私たちがようやく手に入れた最大のチャンスよ。逃すわけにはいかないでしょ。でもさ、そもそもその鍵ってどこの鍵なの？それは今はまだわからない。だからあなたがモノクマの目を引きつけてる隙にこれから私がそれを確かめるのよ。またどこかに忍び込むってこと？そんなの危険すぎるよ。それにモノクマの目を引きつけろって言うけど黒幕は一人とは限らないはずだよ。もし黒幕が複数人で僕らを監視していたら。そうかしら。でも昨日の夜はバレなかったよね。それはたまたまそうだっただけかもしれないし、ね、もしかしたら黒幕は私たちの監視とモノクマの捜査を同時に行えないのかもしれないね。だから昨日の夜はバレなかった。だけどあなたの言う通りたまたまって可能性もあるわね。だからこそ同じことをもう一度やってみるのよ。それで確かめてくっていう手段もあるよね。確かに。そしてもし今度も成功するようなら私の推論はただの推論じゃなくなるわ。キリギリさんは淡々と唇を浮かし続けていた。そして僕はそれを黙って聞いていた、ね、黒幕は私たちの監視とモノクマの捜査を同時に行えないとなると私たちにもつけ入る隙が生まれるはずよ。つまりそれを見極めるための行動でもあるのよ。でもやっぱりいくらなんでもリスクが大きすぎるよ。もし失敗した時のことを考えると。なんで？そんな心配をする必要はないはずよ。だって思い出してみて、希望が峰学園について調べるのは自由です。特に行動に制限は課せられません。謎を解くための行動に制限は課せられない。そうあったはずよ。
私は校則を破ろうとしてるわけじゃない。鍵を盗んだ行為だってそうよ。でも黒幕がその気になったら校則なんて関係ないよ。きっと問答無用で僕らを殺そうとするはずだよ。なるほどね。計画が失敗した場合でもそれを確かめることができるわね。ね、いざという時、黒幕は校則を破るのか、それともあくまで校則にこだわるのか。つまり成功しても失敗しても得るものがある計画、なおさらやらない理由はないわよね。だけど先に進むためには危険を避けては通れない。危険は承知の上よ。それでも謎が解けるのは進むべき。ねえ、そうでしょ。その時になって僕はようやく気がついた。かっけえなあ、キリギリさん。キリギリさんの目に悲壮感や怯えは一切なかった。むしろ彼女には立ち向かう敵、立ち向かうべき謎、それらを目の前にして笑っていた。私の気は変わらない。変えるつもりもないわ。そこでキリギリさんは懐から何かを取り出すと、それを僕に差し出した。これって、そうね、決意表明ってところかしら。今はまだ開けないで。それを開けるのは私にもしものことがあった時よ。もしものことって。でも念のために渡しておくだけよ。万が一の可能性でも NG なんてごめんだから。ねえ、お願い、預かってもらいたいの。じゃあ預かるだけ預かっておくけど、でも後で絶対に返すからね。絶対だよ。ええ、分かってるわ。ねえ、それと最後にもう一つだけ。この件は他のみんなにはまだ内緒にしておいてほしいの。黒幕に隠し通すのが難しくなるから。ええ、それもあるわね。それもって他に何が。さあ、大したことじゃないわ、忘れて。いや、そう簡単に忘れられないけど。じゃあそろそろ始めましょうか。苗木くん、頼んだよ。モノクマの目を引きつければいいんだね。分かったよ、やってみる。じゃあね。私は先に行くわね。あとはよろしく。いつもと変わらず、そっけない別れの挨拶だけを残し、いつもと変わらず彼女は芝居に立ち去っていった。ただいつもと違うのは、彼女の背中を見送る僕のその胸に湧き上がる妙な不安。いや、大丈夫に決まってる。だってあのキリギリさんなんだし。不安を振り払うかのようにそんな独り言を発した後、僕は行動を開始した。よし、やるぞ。モノクマ、見てるんだろ。話があるんだ。出てこいよ。そして、しばらくすると、出てきた。モノクマ登場だよ。あらあら、珍しいじゃない。ナイン君の方から呼び出してくるのでさ。ねえねえ。ところでナイン君、なんだよ。キリキリさんと何してたの？深夜のお風呂場に二人きりなんて。まさしく熱々状態ですか？熱々でびしょびしょで、そんでもって。そうですね、うん、それ以上はね。ですか、黙秘ですか。そうですか、別にいいけどね。ナイン君と違って僕はお風呂なんて興味ないし、僕は R 姿勢とは無縁の健全な肝生活を心掛けてるんで。だから屋上には監視カメラがないのか。恐ろしい。でも本当は湿気でレンズが曇るから監視カメラを置けなかっただけじゃないのか。こっちが図星なんじゃ。なんかよ、そんなことより何の用なの、わざわざ僕を呼び出したりしてさ。それはお前に確認したいことがあるんだよ。オスかメスかって。実はクマにはオスもメスもないんだよ。いや、あるだろう。マジで、マジで。じゃあ僕って何なんだよ、僕の存在って。やめよう、深く考えるとハマる。それでナイン君の聞きたいことって。さっき言ってたよな、宝物が盗まれたって。その宝物って何のことだよ。あのさ、まさかとは思うけど、それを聞くためだけにわざわざ僕を呼び出したわけじゃないよね。ショックだよ、100メガショックだよ。もっと大事なことを聞くんじゃないの。蜂蜜の取り方とか繁殖期の過ごし方とか。くだらない、春季の少年ってこんなにくだらないもんなのか。くだらんすぎて面倒だから教えてやるよ。鍵とほにゃららだよ。はい、以上。ほにゃらら、鍵ともう一つあるのかな。察しろって、そこは内緒なの。っていうか、こんなことでわざわざ呼び出すなんて、
僕はお前の脳の構造が知りたいよ。今度こんなくだらない理由で呼び出したりしたら、その時は割ってみせてもらうからね。語気を荒げながらモノクマは去っていった。モノクマの目は引きつけるって意味では十分だったはずだ。あとはキリギスさんが無事に帰ってくるのを信じて待つだけだ。大丈夫、あのキリギスさんなんだし大丈夫だよな。なかなか消えない不安を振り払うかのように部屋へと戻った僕はすぐに眠りについた。おー、次の日になっちゃうのかな。キキさん大丈夫ですかね。モノクマ CM 劇場株式会社スパイクチューンソフトの提供でお送りします。スパチューンさん。へえ、この超シャレオツなゲームってスパイクチューンソフトが作ってるんだ。じゃあ買うっきゃないね。もちろんお前らも買うでしょ。もちろん。もちろんとっくに買いましたよ。面白すぎてプレイするのが怖いくらいですよ。ガチCMだったの。さあ、ということで、通算的には21日目ぐらいですかね。朝になりました。起床時間ですよ。さて、今日も張り切っていきましょう。なんだか体が重いな。昨日の夜更かしのせいか。だけど、とりあえず食堂に行かないとな。さあ、移動できますね。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。またツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。